もうすぐ1年生になる皆さんに2つお願いがあります。1つ目は学校から帰る練習をすることです。学校には一人で行けます。朝みんな学校に向かって歩いていきますし、黄色い旗を持った安全ボランティアさんがこっちだよって教えてくれるので迷うことはありません。でも帰りは違います。みんなそれぞれ別々の方向に帰っていきます。僕のお家どこですかって聞いても知らない人ばかりですよね。迷ってしまうかもしれません。2つ目は名前を呼ばれたらはいと返事をすることです。そんなことできるよっていうお友達が多いと思いますが、学校では上の名前、鈴木さんとか佐藤さんっていうふうに呼ばれます。上の名前で呼んでも返事をしないお友達が結構多いんです。今までは花子ちゃんとか太郎くんって呼ばれていましたからね。ですから上の名前で呼ばれてはいと返事をする練習をしておいてください。もしできなかったらどうしよう、もし迷っちゃったらどうしよう、不安かもしれませんがそんな心配はいりません。学校の先生が帰り道ついて帰ってくれますし、上の名前で呼ばれて返事をしなくても先生は下の名前も知っています。それにすぐに慣れます。ちゃんと家に帰れるようになりますし、上の名前で呼ばれてすぐ返事ができるし、お友達の名前も呼べるようになります。でも少しでも早くなれるためにこの2つを練習をして入学式を迎えましょう。